北京とワシントン間の先端兵器開発競争が激化していますこれはスタート地点の異なるレースであり中国共産党中共の先の目標はおおむね米軍の現在の装備レベルを超えていませんしかし米軍は依然として危機感を覚えており中共をはじめとするライバルとの技術競争に対応するためさらなる資金を求めています アメリカ週刊誌ディフェンスニュースによると新しく就任した米空軍のフランク・ケンドール長官は8月13日急速に発展している中共の軍事技術に対して有効な抑止力を持つことを目的に会計年度2023の予算の中で次世代技術開発のための支出を増やす方法を探していると述べました。 次世代技術が取り込まれたどんな製品がライバルを抑制できるかの議論においてケンドール氏は演算能力の向上や新しい武器とセンサーが追加される F35 のブロック4アップグレードプログラムやすでに一部公開されている B21 爆撃機プログラムを含む米空軍の機密化された次世代航空支配 NGAD プログラムなどを例に挙げました。 ケンドール氏は将来の敵に対する抑止力となる別のことを考え続けることが重要だという考えを示しましたアメリカ国防総省はすでに2022年の予算を発表していますがその中には NGAD プログラムへの投資も含まれています米空軍は同プログラムを支援するために別途15億ドルを求めており前回受領した資金より約6億2300万ドル増となります ケンドール氏は空軍省の責任者として宇宙軍と空軍に使用される2070億ドルの予算を監督します彼は不要な基地や古い軍用機をなくし次世代装備の近代化に注力する必要があると考えています米空軍の NGAD プログラムの核心となるのは FX と呼ばれる米空軍の第6世代戦闘機ですが米空軍は F22 ラプターの後継機として計画しています アメリカレイセオン・インテリジェンススペース RI&S の専門家とエンジニアは米空軍の新型戦闘機の将来に向けて技術的優位性をもたらすさまざまなシステムを研究しています彼らは第6世代戦闘機に必要な技術的優位性をもたらすセンサー通信武器電子戦などのシステムを設計していますレイセオン社の専門家は第6世代の戦闘機には 今の航空機によく見られる様々なシステムに代わるマルチタスク装置が搭載されるだろうと予測しています。ソフトウェアを含むこの装置は、様々な作業をナノ秒単位で行うことができるようになります。レーダーも電子線も無線もなく、一つの多機能なハードウェアで全てをこなし、各種の機能を非常に素早く瞬時に切り替えることができる。 とレイセオン社のアドバンスドミッションシステムディレクターであるジェイソン・クラーク氏は語りました第六世代戦闘機のコンピューターの処理能力は驚異的なレベルに達し現在の航空機に搭載されている複雑なミッションを全うするコンピューターを飛行データセンターに変えることになりますレイセオン社の通信空域管理システム事業開発ディレクターであるトメク・リス氏は 次世代の多機能システムは従来のシステムに比べて桁違いに多くのデータを生成すると語りました高性能で頑丈なプロセッサーで出来上がった記載コンピュータークラスターがこのデータセンターの空中での設置を可能にするのですこれらのシステムは人工知能を使ってデータをリアルタイムに情報に変換し迅速な戦略決定につながります 第6世代戦闘機のパイロットは、有人機・無人機共同作戦、MUMT、マンド・アンマンド・ティーミング、または有人戦闘機を支援するロイヤル・ウィングマンという概念の無人の自立戦闘機の支援を受けることができます。潜在的な人工知能や機械学習により、無人機が有人機を支援したり、戦闘のため編隊を組んだりすることができます。 変隊のリーダーは4機または8機の航空機を指揮しそれぞれに独自のミッションを遂行させることができます自立任務能力により無人機に有人航空機と同様のミッションをこなす任務能力を持たせることができます将来の戦闘機は艦上スタッフの支援なしで自ら空母に着艦することも考えられますこの種の技術はすでに米海軍や海兵隊の作戦要求に組み込まれています レイセオン社の国際事業開発ディレクターであるマルセロ・カバルカンティ氏は将来の暗号化アルゴリズムを用いて全天候、全地形条件で航空機を安全に正確な着陸に導くことができる。目標は航空機が自ら着陸できることだ。この技術は垂直離着陸機、VTOL 機にも利用できると述べました。 些細な不具合やデザインの選択が数年後のコストや進捗に影響します利用可能なすべてのデータを結ぶデジタルラインは軍がコストや性能をより正確に予測するのに役立ちますデジタルエンジニアリングを用いてサプライチェーン全体を相互に接続することで 航空機メーカーとサプライヤーの間に双方向のデジタルインターフェースを構築することができるとレイセオン社の未来航空機システム技術のシニアディレクターであるコン・ドハーティ氏は言いますこれによりターンアラウンドタイムとエラーが大幅に削減され結果としてより良いソリューションが得られますそれによって今後数十年にわたって生産コスト運用コストメンテナンスコストをより正確にコントロールすることができます 共通のセンサーインターフェースを使用することで外部からの情報を航空機に搭載されたコンピューターに伝えることができますインターフェースを共通化することの意義は将来的にさまざまな新しいセンサーハードウェアをシステムに組み込むことができることですレイセオン社のアドバンスド・エレクトロ・オプティクスのチーフエンジニアであるジェニファー・ベンソン氏はセンサーにとっては電子光学センサーと赤外線センサーのどちらを選んでも ほとんどププラグプレイが可能である現在の設計ではセンサーのモジュール性と汎用性が全面的に向上されていると語りました NGAD プログラムは高度に機密化されており初のテスト飛行が完了したにもかかわらず同プログラムの詳細はほとんど知られていません空力外形動力装置ステルス性能機体性能武器システムなどの詳細は全て推測に過ぎません しかし以上の専門家らの説明から第6世代の戦闘機についての大体の印象を得ることができますまずシステム機能のモジュール設計と多機能ハードウェアの高度な修正により戦闘機が全空域での戦況を把握する能力が範囲震度効率感度の面で質的に変化します自由なセンサーの組み合わせ驚異的な演算能力を持つコンピューター柔軟な兵器システムの構成 人工知能と自立型無人機の相乗効果により新世代の優れた制空戦闘機に前例のない戦闘空間が生まれ未来の空中戦様式を変える可能性があります6月16日米空軍参謀総長のチャールズ・ブラウン・ジュニア将軍は下院軍事委員会において F22 ラプターの後継機は主に制空権を確保しつつ地上目標にも対応できるマルチロール戦闘機になると述べました。 また NGAD 戦闘機は F22 戦闘機よりも航続距離が長く武器搭載量が多くこれによりインド太平洋地域での長距離作戦が可能になるとも述べましたこれらの詳細は米空軍の2年ごとの調達報告書で発表されたコンセプトマップと一致しており同報告書で推薦されたプランは F22 よりもさらに徹底した翼と胴体の融合デザインが採用されたことにより 爆弾層や燃料タンクのためにさらに大きな内部スペースを確保することが可能です昨年9月空軍の調達部門のトップであるウィル・ローパー氏は次のように語りました我々はすでに実物大の飛行実験機を作って飛行させしかも記録を更新したこれまでにない方法で次世代の航空機を作る準備ができている 2020年9月までに同戦闘機はすでに設計開発試験を終えテスト飛行も終えました同機は2030年には配備される見込みで F22 に代わって米空軍の主力兵器となりますこれに対して中共の空軍近代化のアプローチは盗むことを前提としています 2019年5月米国防総省は中京がサイバー窃盗などの不適切な方法で軍事力を強化していると非難しましたアメリカの軍事アナリストであるピーター・スー・チュー氏はアメリカ外交専門誌ナショナル・インタレストに寄稿し北京がすでにそれ J20 を心に留めていて特に軍事的ハードウェアを見せびらかしたいときは常にそれを持ち出していることを否認できないと述べています アジア・タイムズによると2007年ロッキード・マーティン社は中共のハッカーが F35 のプログラムに関する技術文書を長期間にわたって盗んでいたことを発見しましたまたオーストラリアの F35 の下請け企業も同様に中共のハッカーにネットワークを攻撃され窃盗に遭う事件が発生しましたスー・チュー氏は次のように語りました これらの侵入行為の結果中共は重要な情報や技術データをすでに手に入れたようだこれらの情報とデータはすでに J20 の製造に使用されたまた J20 の本当の開発は F22 のデビュー後に開始された F22 の痕跡が J20 戦闘機上にはっきり見られることから J20 はロッキード・マーティン社の F22 の設計を盗用したものであることは間違いない 北京は前よりもますます先進的な軍用ハードウェアを導入していますがこれらの技術は盗んできたものであるためロシアでさえも中共があからさまに他国の技術を借用していることに失望していますいまだに継ぎはぎしている J20 はまだ F22 を追いかけているところでありまだ公開されていない中共の H20 爆撃機はアメリカの B2 爆撃機には比べものになりません しかし、米軍の B2 は間もなくより進んだ B21 に、F22 も今後10年以内に次世代の制空戦闘機に置き換えられる予定であり、中共とアメリカの航空機技術の差は以前に認識されていたよりもはるかに広がっています。